お花紙でコスモスを作ってみました。柔らかな風合いが特徴です。お花紙のザラザラした面を上にして半分に折ります。これをさらに半分に折って一度開いてからまた半分に折ります。反対側も半分に折って折り癖がついたら屏風折りにしていきます。これで山が4つある屏風折りができました。これを細長く半分に折ってここを切ります。これで2つ分できます。さらに半分に折ったらになっている方からハサミを入れていきます。斜めに入れて切り落として、斜めに3分の2ぐらい切ります。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。これを開いて花びらを指で折りつぶしていきます。反対側も同じように折りつぶしていきます。これで8枚の花びらができます。花びらをきれいに整えましょう。黄色のお花紙を半分に裂いて、さらに半分、もう半分に裂きます。これが花の真ん中の黄色いところになります。指に糊をつけて、細長くしたこの紙をくるくるとこんなふうに巻きつけていきます。親指と人差し指に挟んだまま巻いていくと丸くなります。最後のところに糊をつけて留めましょう。これを真ん中に貼り付ければ出来上がりです。白いコスモスも作って、たくさん並べて貼ると、お花畑のようになります。